どうもかげやんです今日はですね「えー、和がんせ寺子屋」ということについてお話ししたいと思います。まあ、かっこ仮ですね、えー、名前に関してはこう「かっこ仮り」と、えー、分かりやすく和元と「我がん寺子屋」と自分のお店の名前が「和漢んなんですけども、えー、そっからですね「和漢ん寺子屋」まあまあ言えば、えー、お寺みたいなもんですね。 お寺みたいなものをこう作りりたいいなとううふうに考えております、えー、もちろんねこの作るためにはね土地もいりますし建物も設計してそれを作ってもらうそういうお金が必要ですね費用がかかるんでお金が必要なんですけどもなかなかね、えー、そこまでこうできるという、まあ、場所もいろいろ考えてこうやっていきたいというところではあるんですけども僕が考えるにねそのやっぱり。 こう心というかそういう自分の心うちのもの精神の精神のことっていうのはこれからこうみんながこう求める人そういうことに対してのこう求めるというか高め,ていこう高めていくというかその何かそ,のそっち側を、えー、こうこう深めていこうと。 深めていこうと考える方がこれからこう増えていくんじゃないかなというふうに僕はなんとなくなんですけどそういうふうな流れになっていくのかなとやっぱりその東洋のこう思想というかそういうものがこれからこう世界的にこう広がっていくようなこう流れになるようなこうイメージをこう。 イメージというかそういう感じがこう僕の中でするんでですねえその時にこう必要なものとしてですね「我がん世寺子屋」お寺というかえ瞑想道場であったりとかですねえそこでですねえまああの修行といえばちょっと大げさというかえそこまで厳しくないんですけどもちょっとそこで規則正しいこう こう山ごもりじゃないですけどもえ規則正しいことをする道場というかねだからまあ寺小屋という名前をつけてるんですけどそういうこう施設みたいなものをこう施設てお寺なんですけど施設みたいなものをこう作りたいなというふうにえ考えております。であのー、今僕住職さんの知り合いっていうのはいないんですけどもそのなんかこうね えー、心から尊敬できるようなね、えー、こう信頼できるようなこう住職さんとこうお知り合いになりたいなという気持ちはあります。ただまあそれはどうすればいいのかなとやっぱりそのお寺にこう通ったりとか何か話を聞いたり質問したりとかいろいろそういうことをこうしていくことによってこういろんなことが分かってくるのかなと思うんですけどまあ住職さんの,そのやっぱ修行されてるしっかりした中身は分かんないですけども。 えー、永平寺のね、えー、修行の、えー、最初のこう住職さんになる前のこう修行僧の,その動画とかねそういうのを見たりするとやっぱり厳しい、えー、修行をこうされてそれを例えば3年やったら3年とかこうされてこういろんなことをして、えー、住職さんになられてるっていうのがこうすごく分かる。なななかかそ,そこまでなるというのはこう 大変ななことやなと思うんでそういうことを乗り越えた方の、えー、お話をこう聞いていろいろ自分をこう高めていきたいというか分からないことはいろいろねこう質問したいそういう信頼できる人をこうが欲しいなという僕の中ではあるんですけどもねほんで、えーまあ、それはいいんですけどそういう,こう場所をねこう作ってですねそう,ううそういうのを勉強というかそういう修行できる場所であったりとか まあ、断食ではないんですけどもちょっとそういう,こう、まあ、結局健康につながっていったりはすると思うん,んですね、えー、心の状態が良くなるというのは、えー、かなりこう健康にとってプラスになると思うんですけどもそのためのこう、えーまあ、まあ例えば一日,1日こう来てこう瞑想をするとかですねほんでこう何日間かのこう修行というか、えー、修行という名前 しか今思いつかないですけどもそういう,こう規則正しい生活その中でこう、えー、どういう掃除とかそういう例えば講和、えー、住職さんの講話を聞いたりとかですね、えー、そういうことをできる場所ですね、えー、そういうものをこう作りたいでお寺のようなね、えー、形ですねそういうものをねちょっとそれで場所もやっぱりその 一応その入り口こうお寺が田舎に田舎というかこう例えば山の中とかいろいろあるんですけどもその門をこう入ったら俗世間とはこう関係を切ってですね修行の場に入ってですね俗世間とは違う,こう修,行修行の場に入ることによってその俗世間とはこう一旦縁というかそういうものを切ってそこで修行をするっていう場所の。 場所が門らしいんです、ね、そこへこう入っていくような形のもの、えー、そういうものをこうしていってほんでそこからこう例えば瞑想する人は瞑想で今,日その修,行今修行という形を言ってますけどその名前はちょっと変わってくると思うんですけどそこでこう、えー、掃除であったりいろんなことをちょっと厳しい形をとる例えばその、えー、入り口でスマホ。 に関しては、えー、没収というか一旦預かる状態を取ってですねそのやっていくだからそこのこの規律を守っていただいてそして、えー、出ていただいて新たにまた次の、えーえー、世間に戻ってですね、えー、生かしていただくという場所そういう場所をこう作りたいな。 いうふうに考えております、うん、でこのためまあさっきも言いましたけど土地建物いろんなものねが必要まあお金が必要なのとあと自分の中のそのいろんなこうこうした方がいいっていうものをこう作り上げていってですねこうすることによってその人間力が高まるようなものそういうものはこういうことかなともちろんその時にもう知り合っているであろう住職さんなどにこう 相談しながらそういうものを作り上げていけたら。だから僕がやるべきことまず一番やるべきことはこう、えー、お金を作り出すことですね。そこをこうやっていかないといけないなというふうに考えております。今はなかなかねこう普通の人よりも、えー、稼げてない状態、えー、その状態ではあるんですけども、えー、しっかりとね目標、えー、見定めて、えー、やっていく、えー、コツコツやっていくのは僕の、えー、やり方ではあるんで、ね。 そっからこう、えー、まあまあ言ったらそのすごくこう低い状態、えー、自分のこう,うんどういうんですかねあのいろんなこう成功されてる人の中から言うと全然まだまだこう落ちてる状態そのどう言ったらいいか、まあ、全然その。 できてない状態ではあるんですけど、そこからこうコツこ積み上げて、最終的に、その、和漢世寺小屋を作れるまでに、こう、成長させていきたいと、いうところですね。これは、こう、結構本気で、こう、取り組んでいくこと、になるかなと思います。だから、僕が、今、こう、お金を、こう、稼ぐために、いろいろやること、に関してはですね。やりたいことが、こう、いろいろあって、まあ、だから、和漢世寺小屋もそうですし。 子ども自由広場もそうですし衝撃場もそうですしこういうことをこう作っていきたいこの3つこう時間のお金の制限をね感じることなくこう自分のやりたいことを自由にすることができるそういう状態を自分が作り出してですねそういうことをやっていくということですねどこまでできるか分かりませんけども日々こうコツコツと。 積み上げていってやっていいいっっやきたいと思いますということで今日はワガンセテラーコヤについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます